今日帰りがけ、綿貫さんに会ったよ。ん？誰？綿貫さんに声かけられちゃった。久しぶり会ったよ。誰？綿貫さんだよ。綿貫さん？前うちに来て泊まって行ったじゃん。お母さんも知ってるでしょ。女の人だよ。忘れちゃったの？全然わからないわ。誰？ちょっと怖いんだけど。お母さんが置いてけぼりのお話しした時にうちに泊まったタヌキさんだよ。ああ、あのタヌキさんは綿貫さんっていうの？そうみたいだね。しかも変身後大人だった。花子はてっきり子タヌキさんかと思ってた。びっくりさせないでちょうだい、もう。そろそろお母さん、怖いお話してちょんまげ。そうね、じゃあこんなお話にしてみようかしら。伊藤って知ってる？高校の時から現在にかけて俺には会ったこともない謎の同級生がいる。高1の時に言われたのが一番最初で、夏休みが明けた日だったんだが、いきなりクラスの高峰に、伊藤って知ってる？伊藤？知らないな。何言ってるんだよ、お前と同級生だろ、地元の友達だろ。いや、知らんし。数日後も、やっぱり伊藤って知ってるだろ、あいつお前と仲良かったらしいぞ。だから知らないって。知らばっくれるなよ。はあ、知らねえってば。なんだよお前、白状のやつだな。俺は知らないやつを知っていると決めつけられた上に、白状者呼ばわりされて腹が立ち喧嘩になった。まだ高校生だったし、若いから血の気は多いとしても、高峰は伊藤が絡むと異常に切れた。卒業アルバムを小学校の頃から調べたけど、やっぱり伊藤なんていなかった。結局高峰とはそれ以来口を聞くことはなかった。だから伊藤のことなんか忘れてたんだ。高2になった頃、また伊藤の名を耳にする。今度は部活が一緒だった隣のクラスの中田。なあ、伊藤って知ってる？お前と同じ中学なんだろ。また伊藤かよ。いや、知らない。お前と同じ部活で3年間一緒だったって言ってたよ。はあ？お前どういう知り合いなのか詳しく教えてくれよ。背の低い女子だよ。俺の友達の友達で、この前その子とカラオケ行ってきたんだ。ノリのいい子。いや、知らない。女子ならなおさら知らない。マジで？連れてきてやるよ。本当に伊藤、お前のこと詳しいから。俺はその辺で怖くなった。本当にどんなに記憶をたどっても、伊藤なんて同級生は一人もいないんだ。それから数日して。あのさ、伊藤さ、いなくなったらしいんだ。え、なんで？わからないけど、突然夜逃げみたいな感じだったって。お前に会わせたかったのに。そして伊藤は意外なところでまた現れた。中学の時の友達が、なあ、伊藤って同級生いたっけ？いないよな。お前も知ってるかって言われるの？お前もか。この現象は俺だけじゃなくて、地元の友達3人にも同じことが起きていた。しかも3人とも違う高校で、全く別々の友達から言われたんだ。怖いな。マジ、伊藤って誰だよ。俺が聞きたいよ。中学校の同級会があったから、そこでみんなに聞いたけど、やはり伊藤のことは誰も知らなかった。だけど大学卒業間近、バイト先でまた、なあ、伊藤って知ってる？背の低い女で俺と部活が同じの？そうそう、やっぱり知り合いなんだ。今も連絡取ってるの？ああ、高校の時部活関係の知り合いで。高校？伊藤は確か行方不明になってたはずだが。今さ、伊藤と連絡つかない？ああ、
連絡してみようか。伊藤も今度飲みたいって言ってたし、ちょうどいいや。もしもし。かすかにだけど伊藤の声が聞こえた。実在する人物なんだと思ったらすぐ通話終了。なんか具合悪いからって電話切られた。そう、じゃあまた今度。次こそは話をしてやる。だが次にバイトに行った時から店のみんなの態度が急変した。俺が何を話しかけても無視されてはぶられる俺。その日の帰りにいきなり店長に首を言い渡された。文句を言っても店長は悪いがしばらく来ないでくれの一点張り。気がつけばいつの間にか店は潰れてた。結果的に伊藤との接点はなくなって、結局何も分からずじまいだ。なんて思ってたら先週、俺の彼女が。ねえねえ、伊藤って知ってる？まだ伊藤は俺の周りをちょろちょろしてるのかもしれない。はい、おしまい。まるで異世界に迷い込んだ時のような得体の知れない恐怖感がすごいですね。実在しているようで姿を現さず、忘れた頃にまたやってきて、自分以外の人間は会ったことがあるという。周囲の人たち、記憶でも操作されているのかしら。じわじわ来る怖いお話でした。なかなか姿を現さないのに、周囲には主人公との仲良しアピールをするあたり、伊藤さんはテレ屋さんなのかもしれませんね。ではおやすみ花子。皆さんも良い悪夢を。